お疲れちゃんです。ラップです。ということでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日もですね、あのゲストをお呼びしております。滑舌失言しまくこっかげ。はい、ということで2日に一遍のコタくんとね、今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、今日はですね、はい、こちらも新戦術になります。おや、はい、来ましたね。もうキョスケ三重士っていう、まあ、新しい形のデッキがね、生まれました。しかも、今ね、グラチャレの勝率ナンバーワンっていうことで、はい、まあ、キョスケ30白いフグ。まあ、いろいろ詰め込んであるんですけど、まあそうですね、環境で結構なんかね、ハンターとスケコウモリトリトンの、はい、トリトンの雪玉、はい、キョスケ、はいはいはい、のなんかバルーンとか、まあいろいろあって、なんかそこの、なんかね、バルーンとかの枠をロイフグとか、リガーを三重士にしたみたいな感じですね。あ、確かに三重士ロイフグをバグーンとリガーにしてしまえばケンプルバグーン。そうなんで、正直ここのね、ハンターからここの6枚ですね、6枚は固定で、ここの2枚は多分いろいろ変えれるんじゃないかなと思います。なんでこれね、三重士とか使ったことないやって方は、なんかここをね、オリジナルかなんか、なんかねしてもいいと思いますね。ロイジャイとバレルとか、まあ、わかんないですけど、まあ、例えばですね、なんか適当にね、はい、ここは任せますって感じで、やっていきたいなと思います。8勝2敗勝ちは大丈夫、1試合目に巻き込まれて。全然、はい、今日はラットワークじゃないのは、こっちね、マルチをやりたいんですけど、ゴールドがなくてユニレベをちょっと換算できてないんですよね。だから、まあ、ゴールド集めってことで、今日はね、マイク・ワザースキーのサブアカーですね、グラチャでね、やっていきたいと思います。いいますと、はい、いうわけでちょっとね、プチ情報、はいはい、まあ、はい、いらないかもしれないんですけど、何でしょう。ただいま私起きて1分ぐらいですね。起きて1分っていうか、も今何時か分かって言わんか。それは言わないけど、言わないですけどね。それは言わないんですけど、ちょっと寝起きなんでね、なんか変なこと言うかもしれないですけど、まあ、いつも通り、はあ、やっていきたいなと思います。で、まあ、マッチング長いんでね、はい、いろいろなんかお話しつつ、ないんすか、まあ、ネタが。やっこにね、なんかやっこいつも起きてもなんかちゃんと起きないじゃん。あ、ここ5分切れた、いつも。うん、それで、まあ、今何時って聞かれて、ちょっと遅めにか言えば、あ、結構起きるかなと思ったら、本当って、なんかもう一瞬でか、何で分かるの時間を、なんか事故ついても分かっちゃうんですよ、こいつ。いやー、なんかね、分かるよね。なんか一旦何時かに起きるじゃないですか。例えば8時とかに起きて、はい、寝て、あと5分って寝て、もう一回起こしてもらった時に、今度じゃあもう9時よとか言われた時にいや俺はそんな寝てないって、本当って、ね、こう察知しますね。というわけで、唐揚げくんよろしく。おいしいよな、唐揚げくん。唐揚げくんな、ローソンだっけ。ローソン結構好きなんだよな。ちょっと高いけどね、その分うまい。うん、買ってきてくんね。うん、ここ韓国な。そう、ないんですよね、韓国。ガゴアイスピー江口。あえて、ペッカ工場と思ったんですけど、アイスピー。あー、でも、一角が前、間口に。あー、アイスピー型。もう説あるのかな。うん、ぽいぽいぽい。これは一発ぐらいはいいかな。なるほど。で、ハンター帰ってくると。これもね、おーい。ゴリっちゃいます。結構序盤からもう直接ガスていくんですね。いや、たまたまね。形が組めたから。そう、形が組めたんでね、たまたまゴリってます。それで相手、メガナイト使って。そう、メガナイト使ったんでね、逆サイ飛ばしてあげて。よいしょ。いや、このダメージでかいですね。なんかね、キョスケの同サイドに全然ロイフグも飛ばしていいですし、逆に逆サイに今みたいに飛ばしてもいいですね。そこはなんか好みというか、まあ判断。あんな感じでメガナイトが残ってたら、同サイドに飛ばしてもなんか地味にメガナイトの範囲攻撃でロイフグダメージ受けちゃったりするんで、はいはいはい、あの瞬間に逆サイ飛ばすことによってこう確実にね、ダメージ与えていきます。で、まあ、三重士の出すタイミングがね、このデッキの一番難しいところになるんですけど、ほう、まあ、今落ち着いた時にワンチャン出してもよかったっていうのありますね。これメガナイト緊急動して、おー、ちょっとガーゴイルうざそうだった。そう、ガーゴイルうざいね。でもこれ落ち着いて、
落ち着いて、落ち着いてダメージねちょっとは受けちゃってるんですけど、ここで焦らずに防衛することによってここまたねこっちのねカウンターにもつながっていきます。相手いい防衛スキル、そうげも、うん、相手の防衛がうまいですね。エリキが飛べばキョスケがワンチャン入りそうだけども、これもしかしたらヤバヤバのヤバですね。これマジやめてくれよ、頑張って守って。うわーこれハンカー回ってる、回ってる。これでも雪玉も使いつつ OK で、この辺でねそうそう一回登場させてあげましょうかという三次士ですね、はい、残り255回かも若干怖かったですね。若干怖いね、バルーンがやっぱ爆破激しいんじゃないけど、うん、これバルーンワンチャン来ますね。リガがトリティーンで、しかも相手メガネ出したんですよね今。はいはいはい、なんでここにつまりやってよいしょ、もうフルですね、フル、イケイケどんどん、イケイケどんどん、イケイケどんどん、でこういうのも無視してイケイケどんどん、イケイケどんどん、よいしょ、わわわわ、素晴らしい、なんてね、なるほどね、感じで、まあね、もうワンテンポ早めに三次展開してもよかったかなっちゅう感じではあったんですけど、その三次以外で回っちゃうんで、はいはい、そこがねまた難しいところでありまして、なんで三次以外で回してて相手がファイヤーボールとかポイズンとかを結構ハンターとかに、はい、そう使ってくれるんですよね。で使ってくれたら結構三次展開をしてみたいな感じで使うんですけど、まあ、相手が今のね多分ファイブとかがなかったデッキだったんで、ね、まあ、それにねもう一発気づいて後ろから三次展開したら多分もっとね楽に勝てたんじゃないかなと思います。はい、なんで結構ねハンターを防衛でガツガツ使って相手にスペルを使わせてキツサンジシドンからのまあなんか気をつけ出したりローフ飛ばしたりっていう感じの流れをね作っていきたいところではあります。ハンカー回るの早いね、なんだ回るの早いですね、バグ磨くないで大丈夫かもかも2周目あったんで、はい、おおスケコウモリ、スケコウモリ雪玉ハンタートリトンで回っちゃいますかね。確かにハンカー以外全部トリトンが監督、コウモリが逃げ、雪山も逃げ、ケイコンが1、早いイエス。はい、というわけでうん、マッチングしませんね、これやばいんですよ。昨日の動画コタ以外全員僕のチャンネルに出場したんですけど、はいはい、コタが寝ててなんか30分ぐらい長いやつ、そう30分ぐらい長いやつなんですけど、めっちゃもう寂しいんだけど、もうねもう5分ごとぐらいに人が1人ずつ増えていくっていう何時に撮ってたのあれ、俺寝てたんだよね多分、まあ、夜2時とかかな、あ早いな、でも寝るのそう、ね、みんな撮ってて、でもねめっちゃ面白かったんでマジで雑談、マッチング時間10分ぐらいあって最後とかもうそこの時にいろいろそのねポノスのあの人はこうだよとか、あ見学はどうか、そう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 話してたんで、ぜひねマジで昨日の動画は結構クソ面白いと思うんでね、ぜひ見てほしいなと思いますね。ぜひ見てください、よろしく。というわけで、ですね、はいはい、ハンターとかトリトンは結構単体で防衛力がすごい高いんですよね、はい、なんで結構攻められた時にハンターとかトリトンがあったら防衛は絶対できるんですよ。なんで理想としては結構キョスケをねチャキッと置いちゃいたいんですね、初手から。え、初手から置いちゃっけ大丈夫なの、その、はい、置いて逆あハンターとトリトンがだから手札にある場合ね、 ある場合は結構守れちゃうんで、今はここは持っていきますね。相手ペッカー、ペッカーかな、ペッカー臭いっすね、まあワンチャンがどれほどよ、ああ確かにね。でここで気をつけ出しつつ逆サイ来たらトリトンでねしっかり防衛していきたいですね。おはようございます、素晴らしい、なるほどね、楽しませようと、なんで素晴らしい、焼きのチャンネルなんで、どういうことだよマジで自由に行くよ、なんで素晴らしいっていう方もどうかしてると思うんですよ僕は、おかえりなさい、マジで頭悪いんだよなちょっとみんなちょっとねちょっと頭悪いんですよ、おさるさんでーす、でウキ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 、どうしたんですかマジでテンションが高い、無駄にテンション高いですね。坊やさんですね、坊やさん先日 1v1 で見事なね、見事な勝利を収めた方ですね、たまたまっすね、イエス、相手ロフでしたね、で、池田も咲いたんで、これコウモチェックします、あ、メガナイティン、メガナイティンロイホグ、あ、でもこれ、オッケーオッケー、これね
マスクちょっと残りますね。おお。これでもこれだけでうざい。ゴーストかな。虫か。はい。でメガナイトロイフですね。メガナイトロイフは普通にこれ気をつけ出しちゃっていいですね。気をつけ出しちゃって、はい、ロイフがトリトンで緊急度できるんですけど、はい、一番警戒しないといけないのはハシマヤマジアチャですね。ハシマヤマジアチャだけで結構痛いんでね。ちょっと待って暇だな。暇がで、ここは一回殺してます。一回ここ捨てて後ろから三十すると相手はね、ユニットを展開しにくいです。あのキョスケの後ろに三十とかつけたいんですけど、無理してつけなくていいですね。あの相手が結局困るんで、これでよいしょ。このメガナイトをどうするか。このメガナイトはちょっと厄介なんで、トリトンでちょっと引っ張ってろうかなっていう。うん、やばい、つむく巻いてない。おお。巻いてないよ、生きてる。そうで、もう一回ちょっと後ろ30しますね。もう一回一回しつつ、まあ、ここはねしっかりエレキとかのタグ取りつつ。おお、30しが頑張って。 OK、 30し頑張りますね。でもこのマジアちゃん間に合わないですね。我慢しつつ、この両サイねしっかり振っていきます。どっちをメガガイトで踏んでくるか。 OK、 あ、踏めないです。踏めないですね。 OK、 マスケが入る。 OK、 OK、 頑張って守りに来た。でもう一回三次展開してるんですけど、ここのロイフが怖いですね。おー、雪玉で守ればいけて、メガナイトまだ一切入ってないんで、開きましたね。ここはチャンスですね。ここ三次の前に気をつけつけつつ、この三、これメガナイトが消えるぐらいのタイミングでロイフ飛ばしたいですね、個人的に。あはー、うまっ。マジアチャが綺麗。マジアチャちょっとうまいですね。ゴーストめっちゃいい。で、これロイフがあるんで警戒しつつ、ちょっとうまいですね。やばい。死ぬとか言わないの。頑張って頑張って頑張って。頑張ってる。まあでもこういうこともあるよな。あります。今のは一回結構アド取ってる時があったはずなんですけど、どうすればよかっただろう。考えて。あの極限。二重子の前に極気ガスケ、マジアチャイ最後迎えまくってか、じゃあ逆早く方がダメなの。メガナイト見て、あーメガナイト見たからね、見たから。あの二重子を捨てて逆に極気裂いてロイフグモンもつけちゃって、全部折りに行こうか。確かにね、だから僕はちょっとね控えめだったんでね、最後もっとゴリゴリのゴリで攻めてもよかったんじゃないかっていう可能性はありますね。はい、じゃあグラチャレないんでマルチでいっか。うん、ゆるがある、クイックある、クイックだけだ。いや、いける、いけるな、うん、いけるな、関係ないですね。レベルなんで関係ないですね。余裕が、気合いでいきます。トリトンレベル9、レベル9、あのトリトンマジでレベル11とかなんか12とかで普通にみんな上に上がってる人多いんで、でも9だからテッカーで一発ケットだ。なるほどね。まあでも引っ張ることさえできてしまえば、まあ、確かにね、うん、近畿道役みたいなとこあるんで引っ張るんで大丈夫と。よろしく。さあ、流行りのすけ、おウッド、テスラクロスか、チェーンクロスか、26か、トリティニアが欲しいんでカード回していきます。アーチャーとか来た瞬間キツハンターか、あーこれはハンターでいいっすね。まあファイボー、このなーカードさばきは26か、これでもハンターが僕ワンパンされちゃうんですよね、多分。確かに、ちょっとね、お、捨てていく。おお、これエリポンクロス、エリポンクロス説ありますね。この位置がもうこんな持ってかれる、ロイフあっち行っちゃうんだね。釣れないと思って今飛ばしたんですけど釣れちゃった、釣れちゃいましたね。でこれエリポン置かれたらあの、うん、泣くしかないですね。防衛クロスも泣くしかないですね、これはちょっと。防衛も泣くやん。うん。泣くしかないですね、これ。これは三十四。まあ、一旦三十四展開しますかね、さすがに。まあ。でも、防衛クロス置かれて、うん、マスケも置かれて、キャッチってくる。うん。あの、泣くしかないですね、これ。マグカが、マグカも雪玉も交換券で回って。うん、まあ、雪玉とかで、こう、エリポをね、どうにか、少しずつでも。削っていきたいところではありますね。おー、惜しい。ちょっとつった。ちょっとね。ほんのちょっとね。1ミリ。おい、エリポンがね。まあ、泣きますね。はい。
もう2周目雪がまも間に合わない、まあ、でも奇跡的に勝つとするならば、はい、耐えて、はい、今相手はエリポン置くタイミングなんですけど、相手はエリポン置くタイミングと今度逆にクロスを置くタイミングのターンがあると思うんですよ。クロス置いて攻める、クロス置いて攻める、はい、そのターンを乗り切ってしまえば逆に僕の流れが来るんじゃねえかなっちゅうやつですね。今あるエリポン分のエリカをすっかり取り返したらもう、そうですね、ワンチャンっていう。そう、ここもあのエリポンちょっと、これバカ、お前、うい、うい、いいよ。お、これ若干コリコンが入る。おお。もうエリアがかっけるから。しっかり耐えます。耐える？耐えないと負けです。でもコムコリコンがカーテコゴからのダメージ稼ぐよ。よいしょ。これはな、まあ、これはまだ耐えますね。オッケーオッケー。で相手がタルガワと雪玉、ウッドと雪しかないんで全然まだ耐えますね。うへー、来ました。なるほどね。あの建築ゲームっすね。まあ建築ゲーム僕も嫌いじゃないですけど、好きではないですね。はい。でこれでもう一回クロスチャキいられるっていうやつじゃないんでしょうか。まあでもね、ほら、おお、はい、まあタイミングがねちょっとね、よいしょ、ここは分かってても止められない。そういうもんですからね、これは。ああ、これはね、これに当たるとちょっと無理かなっていう。エリポンっていうのは今の感情あんまりいないよね。エリポンクロス、まあエリポンクロスぐらいですかね。いないですね、これはちょっとね、運が悪かったです。はい、と、はい、いうことで、はい、これねちょっと負けちゃってるんですけど、最強です。結構ねおすすめなんで、ぜひぜひ試してみてください。いや、そう、これめちゃくちゃ強い。そう、めちゃくちゃ強いですよね。なんで、まあ、ぜひねこの、まあ、30とかラフとか普段使わないなって方は、はい、こう2枚ね自分のお気に入りカードにしたりしても全然いいと思うんで、ね、まあ、スケラとフリーズとか俺だったらね、またね、そういろいろね、ぜひそう試してみてやってください。というわけで、めっちゃ若かけるな、ちょっとあれっすね、マジであれなんですけど、あのアスミラ ASMR、 ああ、音が結構快感みたいな、多分ないと思います、視聴者ないと思います。というわけで概要欄にねこのチャンネル貼っておきます。ではお疲れ様でした。